皆さん今日ね、一日お疲れ様でした、やる方もヒヤヒヤするし、見る方もヒヤヒヤするしね、本当に手に汗握る一日でございました、ちょっと前半の方はちょっと段取りが悪くてバタバタ時間がね、もしたりして、ご迷惑をおかけしましたけど、どうですか皆さん、今日の、点数は自己採点でね、なかなかあそこはもうこう、こんな感じでいけばよかったとか、いろいろとこう反省点はあると思うんですけど、それがまた明日から課題になりますからね。はい、ステージに魔物がいるんですよ。ね、さあ、じゃあいいですね。この間ね、1時間のステージだったんですけど、1時間45分くらいやってて、1時間ちょっと過ぎたかなと思ったんですよ。関さんが見に来るって来てくれたんですけど、1時間45分やってました。そうだったんだ。しっかりすると時間があるんで、言ってくださいね、皆さんね。今な、何時までやった ?3 時半に解散とか言ってましたっけ、ね、それぐらいまでできるのかな、はいね、ちょっとね、今日やる曲のことに決めたいんですけど、なんか思いついたやつを。何やったな。じゃあ、ラブオマイライフ。軌道を補正するための燃料がもうなくなるので、土星に突入して、
燃え尽きさせて消去するというこういうミッションが、あと1ヶ月のやりというカウントダウンが始まったというアナウンスが始まったんですね。それで、まあ、それまで僕はあまりそういうものに興味なかったんですけど、想像してみてください。22年前に NASA が打ち上げて、そしておよそ